2018年3月28日12時、2分の1ページ、香川宏観戦記さあロシアへ、特集、香川宏観戦記本田圭佑競り合う本田圭佑イコールスタッドモーリス・デュフラン、撮影、中井誠、拡大、キリンチャレンジ杯、27日、日本一の2位ウクライナ、ベルギー・リエージュ、元サンケイスポーツ編集局長で、サッカー W 杯取材10大会の実績がある日本人初の国際連盟、FIFA、会長賞受賞ライター、香川宏氏、93、は FW 本田圭佑、31、イコールパチューカイコールに注目。現役最年長サッカージャーナリストは、W 杯本番では本田の勝負強さが鍵になると強調し、もっと周囲が利用することを求めた。1964年の東京五輪を目指す日本代表は、よく旧ソビエトを構成していた連邦国に試合を組んでもらった。五輪の準備のためにいい対戦相手だったことを思い出す。欧州の平均的なチームであっても、日本にとって手強い相手だった。6ヶ月ぶりにスタメンで出場した本田に注目していた。前半から日本から見て、本田がいた右サイドを攻め込まれたこともあり、守備に追われる時間が多かった。どこのポジションにいても、ボールが収まる選手だが、この日は楽にボールを持つことはできなかった。本領発揮とはいかなかったが、相手を見ながらボールをキープすること。ができる選手だけに、周囲がもっと使っていかないともったいない。本田がボールを持った時にダイレクトでボールをもらうとか、いろいろ手段はある。続きを読む、今、あなたにおすすめ。